ヨーゼフ・カペルマン、西ドイツの代表です。10番が西ドイツ代表、怪我のために久しく第一線から退いておりましたが復帰しました、ウリー・ヘームス。9番が爆撃機と言われているゲルト・ミューラー。そして7番が日本に参りまして俊足ぶりを見せましたカール・ハインツ・ルンメニゲであります。一方の右のエンド、白いユニフォームのボルシア・メンヘングラードバッター。ゴールキーパーはオルフガング・クレフ、西ドイツの代表選手。3番がクリンクハンマー、ハンス・クリンクハンマー、長身のフルバックであります。186センチあります。2番はキャプテンのベルティ・フォクツ。4番がハンス・ユルゲン・ビッカン、西ドイツのユースの代表選手。5番が西ドイツ代表のライナー・ボンホフ。6番がディトマール・ダンナー、西ドイツ代表です。8番がヘルベルト・ビンマー、西ドイツ代表。10番がウーリッヒ・シュティーリ、同じく西ドイツ代表です。7番はデンマーク代表、168センチ、非常に長身、小柄でありますが素晴らしいプレーを見せますアラン・シモンセン。9番がデンマーク代表、182センチのセンターフォワード、フェニー・イエンセン。11番が西ドイツ代表、テントリアと言われています、ヨーゼフ・ハインケスです。今日のレフリーがホルストマンさんです。このゲームは3月20日ミュンヘンのオリンピックスタジアムで7万5000という大観衆を集めて行われています。ちょっとトラブルがありましたね。そうですね、立ち上がるときにお互いにちょっと突き飛ばすような形が出た、はい、そこでホルストマンレフリー今一応アクセスしましたね、はい、なかなかいい処置だと思いますよ、はい、ダンナーとカペルマンですね、はい、フリーキックから遠いポストにはボールがこぼれています。2番がヨニー・ハンセン。どうでしょうか、やはりボルシアの方は、まあ、トップにいたわけですけども、ちょっと守備的ですか。やはりアウェーですからね、はい、どうしても立ち上がり守備的になるでしょうね。なるほど。ホームの方では4対1と皆さんにご紹介しましたが、ボルシアが圧勝しましたね、あの時はもうボルシア完勝でしたね、はい、ヨーゼフ・ハインケス中盤にいただきます。クロスしながら今度は右へ。この日のドイツは素晴らしい天気だったんですね、これはね、冬のドイツには本当珍しいですね。そうですね。イエンセンがフィニッシュに持っていきましたがダメです。大観衆を飲んでいるオリンピックスタジアム。ゴールキーパーゼップマイヤー、まあ、日本の皆さんだったらね、はい、今3月ってなかなか信じられないと思うんですね、はい、というのはグラウンドが緑でしょう、そうですね、はい、向こうの芝生というのは一年中緑なんですよね、はい、逆にヨーロッパの人は日本の芝生を見てこれが芝かと言いますがね、はい、思い切ってシュートしますね。シュバルツェンベックです。やはりホームゲームですね、はい、立ち上がりはやはりバイエルンの方がものすごい勢いですね、はい、ちょうどこの時点ではボルシアの方は第1位、25試合を消化して13勝8分4敗、一方のバイエルンの方は第5位、25試合消化して11勝7分7敗でした。カーブがかかります。ゴール前チャンスです。まだ回す、混戦からシュート、ゴールイン。シュバルツェンベックですね。そうですね、最後はねちょっとここでクリアが短かったですね、この後ですがね、はい、これがこぼれてきますね、はい、そしてここでハンセン、センがいいボール返す、ルンメニゲが返す、はい、ここですね、最後のクリアヘディングフォックスだと思いますがね、そのクリアがちょっとまずかったですね。小さいですか、はい、立ち上がりの7分ですね。これはちょっとボルシアにとっては痛いですね。痛いですね。やはりアウェーのゲームというのはある時間まではね相手に点を許しちゃいけませんからね、はい、ちょうど岡野さん考えてみますと、ボルシアメンヘングラードバッカは3月の13日にアイントンハとフランクフルトとゲームを行って、すぐその足でですね、はい、スペインに飛んでヨーロッパチャンピオンズカップレアルマドリッドとやったわけですね。そうですね、やりました。それで引き分けて、結果とすればアウェーゴールが2倍ということになってレアルに負けたわけですね。そうです。そしてこの、ま、ミュンヘンに転戦しているわけなんですが、はい、疲れもあるでしょうね。まあ苦しいですね、はい、もちろんチャンピオンズカップ一方のバイエルンミュンヘンもやってるわけですけどね、はい、
まあ、のトップになりましたね、はい、ヨーロッパあるいは南米でもそうなんですが、はい、いろいろなカップゲームへ出てきますんでね、はい、弱いチームよりは試合数が多くなったら苦しいですよ ね、 いい形になりました。いい攻めですね。切り返して8番のデュルンベルガー、デュルンベルガーよく動きますね、はい、8番をつけています。シュティリケ右に払います。ようやく少しボルシアの方もボールが持てるようになりました、ね、ちょっと落ち着いた体勢になってきましたね、はい、1点先行されています。ヘーネス入ったですね、はい、フリーヘーネス、この人がやはりいるといないでは全然違いますね、ドリブルが上手いですし、速いですからね、はい、どうだろう、シュワルツェンベックシュートはできない、小さいがしかしフリーヘーネスのシュート、ゴリ、クリアが小さかったですね、はい、4番のビットカンプのクリアですがね、はい、小さいですね、それ拾われて左足で右隅ギリギリへのシュートですね、はい、大変な声援です。ちょっとカウンターパンチですね、立ち上がり、今の得点が9分ですがね、はい、このところですね、はい、ずっと走るヘーネスへ出たボールがいい格好でドリブルで入ってきましたね。しかしタックルかわす今のバランス見てもうまいですね、はい、ここでシュバルツェンベックが絡んだんですね、はい、そしてビットカンプが蹴ったボール拾われたですね、クレフの逆ですね、はい、あちょっと倒れているプレイヤーはフィネスですか、そうです ね、 ですね、タックルを受けましたね、この10番がウリー・ヘネス、181cm76kg です。11番はヨーゼフ・カペルマン、ひげを生やしていて西ドイツ代表になりましたが、確かあの学生プレーヤーとしてバイエルにいましたね、まだ学生だったですね、はい、あの当時は、4カ国もペラペラですね、嬉しいですね、はい、なかなか面白い人ですよ、はい、フランツロートのフリーキック、こういうのも危ないですね、全部拾われますね、はい、低いシュートを打ちましたがノーゴール、こういうレベルのね、はい、ちょっと日本とは違う、あ、ラテック監督、はい、ボルシアの方の監督ですよね、はい、こういうレベルの非常にある意味でいくと日本より高いね、はい、サッカーにおいてもね、やはり失点の原因といったようなものは共通のものがありますね、はあはあ、クリアの小ささとか、はい、そういったようなことで結局は失点が生まれちゃうんですね、はい、ですからそういったある基本的な戦術というものは、はい、どのレベルでも同じですね、はい、シティリケ、フランツがいますね、ホセンバですね、はい、ベッケンバーバーです、落ち着いてますね、カペルマンがずいぶん下がってます ね、 ね、彼はね運動量が非常に大きい選手ですね、はい、守備攻撃と非常に広い地域をカバーする、はい、彼の特徴ですね、はい、ですね、はい、とにかくトップコンディションにあるバイエルンミュンヘン、今日のゲームは非常に楽しみであります。もうご承知のようにこのバイエルンミュンヘンは5月12日グラスゴーのハンプデンパークで行われましたフランスのサンテチェンヌとのゲームで1対0と勝ちまして、見事にヨーロッパチャンピオンズカップ3連覇でしたね、大したもんですね、はい、しかし岡野さん、2点先行されますとトップにあるボルシアとしてもですね、どうしても点を取りに行かないといけませんですね、その通りなんですね、まあ、そういう意味でアウェーのゲームっていうのは非常に先制点をホームチームに許すとやりにくくなるわけですね、どうしても攻めなきゃいけない、はい、どうしても気持ち全体前へ絡んでいきますね、はい、そういう時に相手のカウンターアタックっていうのは怖いですね、それもありましょうか、あのこのフォックスが非常に積極的に出るようになりましたね、やはり点取らないと2点差大きいですからね、はい、前半ここでヨーゼフ・ハインケス11番です、2番がキャプテンベルティ・フォックス、もちろん西ドイツの代表中心的な存在です、カーブがかかります、ベッケンバーですね、はい、ヘディングは11番のカペルマンが叩いてそのまま上がって、あーいいパスですね、ベッケンバーワーのパスは大したもんですね、ですね、
本当にあのセンチメーターパスですね、はい、フォクツ、そしてシュティリケ、フォクツです。ボルシアの攻め、一気に上がります。シュート、これは惜しかったですね、はい、ハインケスですね、ですね、これがハインケス。もう一度見てみます。こういう風にね、これボンホークですがね、はい、上がって右へ流れたスルーが出る、そのまま引っ掛けますね、はあ、こういうのは、ね、タイミングとしてキーパーとても取りにくいんですね、はい、あれ一応コントロールしますとね、キーパーとしてはタイミングがつかめるんですがね、それだけにもうちょっとうまく足に引っかかって逆のポストに飛んでれば手になった可能性高かったですね、はい、ちょっと引っ掛ける角度が小さかったということですね。しかしこうして見ておりますと止まってるプレイヤーがいませんでした、ね、いないですね。シモンセンです。アラン・シモンセン、いいタイミングです。一旦戻します。ヘルベルト・ビンマー、ああ、フォックスですね、挟まっちゃったですね、はい、さあ今度は逆にカウンター、ファールハインツ・ルンメニュー、シバルチャン・レッドに叩いて、さらに後ろ、こうなると上がりを待ちますか。そうですね、はい、縦一本戻す、うわクリアがいいところですね。最後はフランツローツが上がってきていました。一応マンツーマンでこのヘネスにアーシュトインライナーボンコフと、はい、ドイツの代表選手同士がぶつかってますがね、はい、ここまではヘネスの勝ちですね、はい、しかしこの両チームを合わせますと西ドイツのナショナルチームになります、そのままなると言っていいですね、ビンマーですね、はい、ビンマーのドリブル強いですね。この人もホイッスルがありましたか。あ、なります。あ、やりました。フランスロート、ベテランとして、はい、代表選手同士です。6番がディトマール・ダンナー、西ドイツ代表です。マンハイム出身のプレイヤー、素晴らしいですね、岩さん。出てね、ダイブできるっていうのはちょっと日本のキーパーになかなかできないゲートですね。45度ぐらいの角度、こう思い切って出て掴むっていうのはなかなか難しいですね。見事なゼップマイヤーのゴール前のプレーです。もっともゼップマイヤーの手を見ても大きな手ですね。そうですね、本当に大きいですね、シバルチャンレックス、一旦戻す、右へ叩く、11番パペルマン流す、ミーラーが絡みそうになりましたがダメ、あー、フォックスが張り切ります。ベルティフォックス、ミューラー戻ってますね、戻りましたね。ビンマーです。そこへ残してアート、ロータスね、はい、ビンマーまた絡んでですね、また先ほどと同じようなところからのフリーキックです。しかしあのことのほか今日はあのバイエルンの各プレイヤーというのはこうクールで状況判断も良くてよく動くという感じがしますね、やはり意気込みがちょっと違う感じがしますね。ここまでだとね、ミューラーもすごいここにいるんですからね、そしてフランツ・ベッケンバーはどちらに叩きますか。レッグアップからグラウンダーで通そうとしましたがダメです。そしてヨーゼフ・カペルマン、右へサイドチェンジ、あーっとちょっとこのロートでしょうかね、うまくタイミング合いませんでした。合わなかったですね、ビンマスローイン、これはボンボンですか。
ス見てますとね、はい、本当にねボールコントロールが実にきちんとしてますね。逆に言うとねちょっとミスしたらほとんど取られてますね。ですからここまでこう見ておりますとサッカーは、ね、非常に簡単という感じがしますね。そうですね、もう基本がきちっとできてますんでね、はい、止めたりなんかするの楽々とやってますからね、はい、しかしこういうだけボールがピシッと止まるっていうのには相当の訓練が必要ですね。そうでしょうね。しかもあの自分がコントロールしたボールっていうのはほとんど取られませんね。取られないですね、まあ僕ら一番いつも言うんですがね、はい、ファーストタッチが大事ですね。最初のボールに対するタッチである意味でいくと全てが決まってしまう感じですね、はい、小川さん、こうしたですね、例えば今2番のヨニー・ハンセンからどこかへボールが出る、まあ、この形ですね。今シバルセンベックがコントロールしていますが、これはあの今誰もプレッシャーをかけてこないからいいんですけども、かけてきた場合、はい、ダイレクトで離すかそれともどちらに振るかという判断ももちろんあるわけです。ありますね。ああいう時に一番考えられることは当然まず一つ叩いて、はい、当面来た相手を外して次でもらおうと、はい、また見てましたね、そういうことができるように周りの選手が必ず角度をつけてサポート助けに行ってますね。ああそういうことですか、はい、かなり今あのボルシアのがプレッシャーかけ始めましたね。はい、ベッケンバーもましたね。ベッケンバーみたいにボールが持てる選手は割と自分で外していきますよね、はい、ちゃんと角度がついて左側にいますね、はい、正面から来れば左へ出せるぞと、はい、出しますね、はい、ここからさらに右左また出せるように両側に2人必ず来ますね。あーはーなるほど。ヨニー・ハンセンとシバルセンベック、それにキャプテンベッケンバーマン、それから縦1本んとこの反則は大したことなかったですよね。リットカンプに対するエーネスの反則ですね、はい、ロシアの攻め。7番のシモンセン縦へ叩いてワントゥーリターン、あのボンホフ、ね、はい、ボンホフですね。フィニッシュへ持っていけるかボンホフ、今のベッケンバーの最後のあれうまい感じで反則にならないにブロックしましたね。さりげなくやりましたね、はい、10番のヘーネス、ヘーネス右足のアウト、うっとこれはオフサイドでしょうか。ちょっとですが旗が見えたですね。クラマー監督ですね、だいぶ白髪が増えたけど、ね、元気そうですね。そうですね、非常に精悍な風貌です。フォックス、ベルティ・フォックスが上がりました。いいパスですね。ビンマーですね、ビンマーですね。ゴールライン割りません、最後タッチです。こうして見ておりますと、岡野さん、今日は時間の経過が早いですね。早いですね、本当にもうどんどん経ってちゃいますね、はい、本当にあの息もつかせないですからね。ああ入れ違ったですね、はい、ウリー・ヘーネス、ヘーネスの方が役者が上ですね。ああラストパス、ミューラー外してダーン、ダメだ、フィニッシュに持っていけない。クリントハンマーがうまくカバーしたですね、はい、もう今のは徹底的に近かったですがね。まあいいですね、はい、しかしね、ユルンベルガーが後ろに叩いてベッケンバーワーから左へ出てシュート、ホルスマン、最後はホルスマンですね、はい、バックですね。ウド・ホルスマンのシュートでしたが、これが大きく外れています。このカール・ハインツ・ルンメニゲも、まあ、若手のプレイヤーで非常に期待されているというふうに聞いていますけども、シーズン前半の頃に皆さんご紹介した時よりも今の方が強そうですね、やはり経験積んでね、はい、一段と成長してますね。コーナーキック、カーブがかかります。味方同士ですがね、誰もバイエルンの選手言ってなかったのにやっちゃったですね。このハンチングをかぶってらっしゃる方がシバハンさん、はい、理事でしたかね。あの技術担当理事、ベッケンバーワーの個人的なマネージャーでもあるんですね。そうですか、はい、ロベルト・シバンという、はい、キーパーチャージですね。ウォルフガング・クレフ、クレフは180センチ、フォックスが頑張ってますがね、ね
スをマークはデュルンベルガー。さあこれからです。シモンセン、はい、小さいですがね、動きが速いから、フィニッシュ。シモンセンをマークしていたのがホルスマンですか、はい。慌てませんね、この辺りでね、ううますからね、ケンバーワーです。いやー素晴らしいとこに出ますね。カペルマンですね。ヘネス、あ、ヘネスですか。運命にもつきます。あ、これから逆襲、7番のシモンセン、右に叩きますか、あるいは中央か、ゴール前です。シュワルセンベック、クリアしたボールがルンベニエに通りました。縦へ、後ろに戻す。もう2点先行しているのでかなり余裕がありますね。やはりゲームの組み立て方安定してますね、今のところ見ますとね、はい。フランツローと戻して11番のカペルマン、さらに戻して今度は左に展開。学ぶべき点といえば学ぶべき点と言えるかもしれませんね、はい。一人一人がやっぱりボールに対して非常に正しい技術と体のバランスを持っているということでしょうね。十分パスが続いています。ホルスマンも随分上がってるんですね、フランツローと縦へ、今度当たりました。取られた時に、ね、ミューラー止まってないですね、はい。すぐディフェンスに入ろうとここまで引いてますから、ね、はい。こういうところもやっぱり自分のミスから行ったらパッともう守備に入るというようなところ、はい、立派なもんですね、はい。2番の4人ハンセン、そしてシュバルセンベック、ワンツーか、あー、フィニッシュ。この狙いが多いですね、はい。ボールを外側からうまくパスでキープして中へ放り込む、そしてちょっと戻したボールを後ろから上がった選手がシュートを狙うという感じですね、はい。これがラテック監督、ボルシアの監督ですが、非常に表情は厳しくなっています。西ドイツミュンヘンのオリンピックスタジアム、クラーマーさんが西ドイツ協会ですね、はい。いわゆるコーチをやった時の同僚なんですね、ラテックスは、はい。そうですか。同僚というよりも後からクラマーさんの、まあ、弟分みたいなもんですかね。そうですか、はい。しかしこうして見ていますと、まあ、ヨーロッパ地域では西ドイツが現在随分強そうですね。強いですね。テクニックもありますしね、はい。今日のゲームなどを見ておりますと、本当に先ほど私申し上げたんですけども、サッカーというのは非常に簡単じゃないか、まるでハンドボールのパスかですね、はい、あるいはバスケットのように見えますよね、パス一本一本がね、やっぱりもうピシッと狙ったところに出てきますからね、はい。足でコントロールしているのを忘れさせるほど実に見事な技術的な水準を見せています。バウアーからシュバルセンベック、そしてディルンベルガー、今はビンマーですね、ビンマーのプレーもいいプレーです。縦へ通して戻します。ゲームを組み立てます。ヘルベルト・ビンマー、バイエルミュンヘンのプレーヤーがどんどん戻ります。クロスが入ります。落ち際大きなクリア、トップにいるヘーネス、そして右へ払ってカペルマン、ヘーネスがぐーっと突っ込んだ。サガニアの集音マイクロフォンを通じてプレイヤーの掛け声が聞こえてきますね、お互いに声をかけてますね、はい。あっとライン割りました。2番が4人
リー・ハンセン、デンマーク代表、32歳のベテランです。よーっといいプレッシャーかけましたね、ちょっとヒヤッとしましたね、はい、ボルシアも1点欲しいですね。欲しいですね。取れば流れは随分変わってくるでしょうね。変わります。むしろ今バイエルンミュンヘンの方が非常に余裕を持ち始めました。やっぱりこのところまではゲームを支配しているのはバイエルンですね。そして一気にこの辺から速くなります。ベッケンバウアー、すごいシュートだ。正面でしたね。しかし強烈なシュートでしたね。クレフがガッチリ抑えました。もう一度見てみます。ツツッとこうドリブルするんですね。ちょっと外しますね、はい、ここで右足のシュートですね。はぁ、すごい。ベッケンバウアーという人はボールを捉えるタイミングが素晴らしくうまいんですね。向こう側のタッチを割っています。ルンメリゲ、11番ヨーゼフ・ハインケス、7番のアラン・シモンセンが追いました。ここでホイッスル、オルストマンさんのホイッスルが鳴りました。6番のディトマール・ダンナー、ビットカンプの向こう側、こちら側10番のウォルヒ・シュティリケ、そしてフォクツ、シュティリケカーブがかかります。こちら側のタッチ、なんとかして1点を取りたいというボルシアなんですが、なかなか点が取れません。ライナー・ボンホフ、いや、ビンマーです。いや、落ち着いてますね。まあ、さっきのイエンセンのシュート、はい、ヒヤッとしましたがね、あれぐらいでちょっと難しいですね。いい角度からのシュートできるチャンスを与えられてませんね、はい、ボクツが行きますね。ちょっとこの辺り激しくなりました。いやー、ブーイング、これすぐにボールを離します。イエンセンも随分引きますね、はい、しかしこういう追い込み方って本当にすごいですね、前向かせてくれないですからね、したがって今みたいにサポートする選手が周りにいないとどうしてもキーパーしかコースがないですね。先ほど岡野さんおっしゃったのはそういうことなんですね、はい、これはイエンセンですか。そうですね、そうですね、はい、そしてボンホフが抑えられました。ビッカンプ、イエンセン、イエンセンのドリブル、シュワルセンベックが随分難しい角度からクリアして、さあカウンターアタック、デュルンベルガーですね、さてミューラーへ通るかどうか、うん、ギリギリとかですね。しかし今のような攻めは怖いですね、怖いですね。ゴールに近くなってね、スピードダウンじゃなくてスピードが速くなるんですよね、はい、その緩急の間の取り合いというんでしょうかね、はい、実に見事ですね、まあ、この辺は組み立てですからね、はい、割と相手が速く引いてればスローダウンで時効ですがね、はい、これからゴールに近づくに従ってスピードアップしていくところがうまいですね、はい、ビットカンプが叩いてそのまま上がります。ドリブル、これはホイッスル、ビットカンプがファール取られましたね、はい、5番のフランツ・ベッケンバウアー、皇帝です。現代サッカーのあらゆる側面を持っているプレイヤー、リベロっていうのは本当にこの人のためにあるようなポジションですね。全くその通りですね、はい、もう前半あまり時間がありません。2対0、バイエルンミュンヘンがリード。ラテック監督ちょっと時間が気になりだしましたね、表情厳しいですね。ボルシアのベンチでした。ベッケンバウアー、今プレッシャーがかかって敵の選手がスーッと来る間合いを測っておいてパッとボールを離すんですね。
まあ、僕ら見て時々ちょっと引きつけすぎだと相手をですね感じがしますけどね、はい、まあ、それは彼はテクニックがあるからやれるんで、はい、日本の若い人がああいう真似はしない方がいいですね。あ、そうですか、はい、いわゆる墓穴を掘ってしまうんですね、ボール近くのとかったところでああいうことやっちゃうテクニックがない人がやっちゃいけないですね。さあフィニッシュで持っていくかどうか、しかしどこから攻めてくるかちょっとわからないような感じさえしますね、はい。まあ、あのサッカー本屋なんか読んだりあるいはこういうのを見てそれで即できるような気になっちゃ困るんですね。あ、これはやっぱり一つの理想像で、はい、こうなりたいなと思ってもらうことは大事ですが、なるためには練習しなきゃいけませんね、はい、それならない頭の中だけで描いてるイメージ、それを自分の力と錯覚してやっちゃいたんですね。そういった意味では自分の現在の力というものを正しく掴んでくれないといけないと思いますね。そうしました。あのベッケンバウアーが先ほどからあのやってるようなプレーというのはものすごい高い水準なんです、ね、ものすごい高い水準ですね。ベッケンバウアーだからいいという言い方をしていいと思います。私はね、はい、選手それぞれやっぱり個性がありますね、はい、したがって自分の個性に合わないプレーをいくらベッケンバウアーがやってるからといって、はい、真似してもあまり効果はないですね。それよりもあの岡野さんおっしゃったように最初のボールタッチの問題ですかね。そういう全般に共通した問題点でね、はい、もう少し正しく自分たちの力をつかんで、はい、それによって何をやらなきゃいけないか、ね、逆に分かるはずだと思いますね、はい、こうして見ておりましてあんまりミスがないのでこんなにサッカーって簡単かなというふうに、はい、私自身も思わざるを得ないんですけどもね。今のもいいプレーでした ね、 両方ともいいプレーですね。センタリングも見事、そしてクレフのキャッチングも見事でした。もうほとんど時間がありません。2対0でやります。後半これはちょっと早い来たら、2対0のままできますとね、はい、もうほとんど単位しか残っておりません。最後の攻めでしょう。ゲータ突っ込んで、ああここでホイッスルであります。決定的な形というのは日本はまだ作れません。前半一つもありません。向こう側からスイーパーの森が上がっています。吉村やはりスローダウンですね。出すとこがないんですね。しょうがなしに鎌本へ。しかしこれがいいパスにはなりません。キャプテンのキムホコンの大きなクリア。そうですね、どんあにり、あ、落合君が鼻血を出してますね。そうですね、はい、落合が鼻血を出しました。あの鼻に何かあの出し目のようなものを詰めてますね、はい。コン・イウン、韓国の誇ります堅実な守備のゴールキーパーです。落合中盤、さあこれからの構成ですがね。藤島スローダウンしちゃいかんですね。そうですね、スローダウン入ってきますもんね。新井が前方ルックアップ、鎌本のスルーパス、向こう側からゴールイン、オンゴールのような形になりましたが、今のは思わずコン・イウンがうなだれていましたが、日照旗が翻ります。日の丸の旗が翻っていますが、今のはやはり鎌本くんですね。そうですね、しかしどんな格好でも1点は1点ですね。1点は1点ですね。新井くんのアシストですね。鎌本のシュートが決まりました。前半の40分、しかしいかにも鎌本らしいという感じのシュートではなかったんですけれども、ちょうどキーパーとそれからあの最後は、スイーパーのキムホコンですか。そうですね、ああちょっと譲り合った格好のところをプッシュしましたね。そうですね、前半の40分、同点ゴール、これで振り出しに戻ったわけですからね、この1点がやはり日本チームに勇気と活力を、ね、与えてほしいですね。本当にそうですね。あっけない形から半ばオンゴールのような形になりましたが、鎌本君の多分右足のアウトかなんかが出ていたんでしょうね、笛とチャチャチャという声援が時々聞こえてまいります。ソウルスタディアム、モントリオールのオリンピック出場権をかけました日本と韓国の第2戦、第1戦ご承知のように21日東京の国立競技場で行われましたが、日本チームが0対2と敗れています。今日も立ち上がり4分以内に1点をもぎ取られましたが、前半の40分、日本は鎌本の半ば幸運のようなシュートによりまして同点に追いつきました。さあこのクリアな小さいところを狙ってボールが取りたいが、
中盤韓国がボールをコントロール、リーヨンムから9番のリーヨンムから向こう側スイーパーのキムホコンが上がりました。キムホコンから縦へ通しまして10番のパクピョンチョル、パクピョンチョル向こう側タッチを割っています。やはりしかし敵のゴール前ですね、はい、ボールを振っとけばああいうチャンスもありますしね、本当そうですね。残り時間があと4分ぐらい、得点は1対1の同点ですが、この人はロングスロワー、コーナーと同じぐらい投げます。大きなクリア、まずは韓国の流れを打ち切りました。ボールが入ります。キム・ホコンキャプテンです。25歳のプレイヤーからクロスが入りました。藤島パスミス、そうですね、藤島君こういうふうに追い込めばいいですね、はい、ハンゼマンからのクロス、ハイクロス、チャブン君からキム・ジン・クックの最後、フィニッシュには持ち込めません。さあこのクリアのボールを取りたいんですが、これ詰めないといけませんね。そうですね、はい、ああ韓国が行きました。そうですね、こういうどんどん詰めるべきですね、そうですね、はい、これリンクマンも一体となって詰めなければいけません。そうです、そうしませんと日本のボールになりません。チャブン君スルーパスを通した、これがどうだろう、新井光三選手が競り合っているがセンタリング逆サイド、あーコーナーでしょうか。最後川上選手がホーチョンプ選手と競り合いました。今のようにあの前からコーナーです、追い込んだ時にですね、はい、どっかでやはりマークの抜けがあると追い込んだことが無意味になりますんでね、はい、みんなで気持ちを合わせて頑張ってほしいところですね。あこのコーナー注意をしなければいけません。クロスが入りました、競り合ったチャブン君、チャブン君のシュート、体を張りました。5番の川上、いいマークでしたね、素晴らしいディフェンスだったですね、はい、川上のいいディフェンスでした。しかし向こう側の韓国のスローイン、10番のパクピョンチョルが投げますが、この人は本当に再三申し上げますようにロングスローはコーナーキックと同じような効果があります。ゴール前、クリアがちょっと小さい感じでしたが長井にボールが渡りました。長井前方ルックアップ、縦1本通します。川本の競り合い、今日あの川本選手がですね、はい、8番のチョ・ヨンチュン選手にかなりあの競り負けてる場面もありますですね。そうですね、しかしあのかなり狙われたところでボールが出てきますんでね、はいはい、読まれてるということですか。そういうことですね、川本君といえどもやはりちょっと苦しい格好でボールを受けなきゃなりませんので ね、 こうした前方への上がり方がやはり韓国選手の方が激しいですよね。そうですね、チャブン君からワンツーリターンをやるか。チャブン君ボールを取りに行きますが斉藤バックパスはできません。前方ルックアップからかなり追い込まれました。韓国ボールのスローイン、今度はチャ選手が入れますね。チャ選手が入れました。リー選手、チャブン君、シャ・ハンコン選手と日本の皆さんはおなじみかと思います。左に払いました、危ないですね、リターンが渡ってシュート。ああいうふうにあのチョ・ヨンチュン選手、トップにいる選手にですね、キーパーと競り合わせたような格好で出た後のボールをですね、非常にあの韓国はうまく狙ってますね。なるほど、あれをしかし逆に日本のディフェンダーがですね、はい、狙ってなきゃいけないコースだろうと思いますね、はい、なるほど。しかしあの40分に幸運が生んだような1点を取りましたが、ちょっとまだ取れません、ね、レフリーのホイッスルが鳴りました。後半が開始されました。さてこの後半ハーフタイムの間に長沼監督からどのような指示が飛んでいるかということを注目してみたいと思います。と同時に前半40分に川本、前田君がいますね、はい、そうですね、リンクマンが変わりました。新井君の代わりですね。そうですね、新井に変わりましてどうやら前田が登場したようです。前田は背番号13、まあ、馬力のある選手ですからね、はい、猫という声がしましたが、吉村のニックネーム、韓国の逆襲、チャブン君、チャブン君ドリブル、一旦後ろに戻します。ハンゼマン前方ルックアップ、出すところがちょっとありません。現在きちっとマークが行くべきですね、行くべきですね、ハンゼマンの結局はしかしあのバックラインがきちっと今マンツーマンできてましたね、できてるんですけどもやはり、はい、あの一定追い込んで取らないとですね、はい、こっちがやはり攻撃した時にいい格好が出来上がりませんね、フォワードの守備ということですね。そういうことですね、落合博士、いい形になりましたね、いい形ですね、日本ようやく
お得意の形ができつつあります。鎌本が流す、吉村、鎌本へのリターン、そしてさらにリターン、ワントゥーリターンを行いました。ちょっとボールが浮いています。激しい競り合い、吉村、このボールをキープ、ね、センタリングのチャンスがあるかどうか。韓国のプレイヤーに当たってボールは今ラインを割りました。なかなか吉村選手体を張りますね。頑張りますね。しかしレフリーの判定は韓国ボールということで、今のは明らかに韓国選手に当たって出たんですがね。まあ、あの先ほどからですね、はい、まあ、アウェーゲームということで観衆の応援も心配してたんですけども、はい、まあ、レフリーのですね、こういう判定が、あるかなと思って前半見てたんですけど、はいはい、前半はほとんど ありませんでしたね。はい、カモトが腐るのも無理ありません。しかしその時にスタンドから何か瓶の予定がちょっとデルンデルが、いや7番のルンメニゲに通りません。しかし湧いてますね。これはねホームのゲームをやってるバイエルンミュンヘンの人たちはこれはもう楽しくてしょうがないですね。ね、ドリブル、ちょっと大きかったですね。ドリブルがクレフ思い切って出ましたね。はい、出なければ1点ですからね、はい、どうしたんでしょう。バックもちょっと元気なくなってきましたね、はい、ボルシアは。あー、危ない危ない、わーっとやった。これは完全にアペルマンに対して手が出ました。クレフが確か今手出しましたね。ここにクレフが出てきてボール、抑えちゃったですね。抑えましたね、はい、ボールは完全に先に行ってますね。それにしてもあの白いユニフォームをつけたバックラインがいたんですけども追いませんでしたね。あ、もう間間でね完全にえぐられてますね。 PK ミューラー、逆右へ飛んで左へ簡単に決められました。ヒゲのゲルト・ミューラー4点目。もう完全に裏かかれたです ね蹴る前にね左へ動いてますからね、はい、そして右に蹴らそうとしたんですが三浦お構いなしに、はい、すごい先に動いた方へまた蹴れたですね。そうでしたね。それで4対0になりました。完全にボルシアはとどめを刺されました。ますます3点目を取られたのが後半の14分、そして今19分に PK があって三浦が取りましたが、ガクッとこう動きが岡田さん衰えましたね。ちょっとここら辺、まあ、ボルシアとしてはもうある意味では諦めたでしょうね。スティリが口で言ったんでしょうね。フォルストもさ、何か注意が取れましたね。すぐキャプテンの拍手が来て、まあ、なだめてましたがね、はい、キャプテンとしての一つの仕事ですね。今まで岡野さんご覧になっていてバイエルンミュンヘンのその好調の秘密秘訣というのは一番大きな要素はどこにありますか？そうですね、やはりヘイメスの復帰とかね、はい、そういったようなことでねチーム全体がやっぱり引き締まったという感じが一番強いですね。なるほどね。でみんなが、ね、やれるぞという気持ちをやっぱり持ってるということでしょうね、はい。まあ、この辺りからずっと5月を通じて絶好調になったんですね、はい。まあ、三浦そういう風にあるどん底からチームの気分いろんなものを立て直した力はやっぱりクラーマーさんだということだと思いますがね。あ、出ましたね。すごい攻めですね。ルンメニゲちょっとタッチが大きかったんですがオフサイドでしょうかね。はい、オフサイド取られましたね。しかし素晴らしいアタックですね。この前に三浦が叩いたんですね。もう全くノーマークのところですね、はい。わずかのタイミングのずれでオフサイド。まあ、ルンメニゲだとかデュルンベルガーという若手がね、はい、もう伸び伸びと思い切ってやってますからね、最初はなかなか日本に来た当時はデュルンベルガーもルンメニゲも
ちょっとフランツ・ベッケンバーワーなどと合いにくかったんですよね。そうですね。今のコンビネーション見てますと素晴らしいですね。はい、あ、うまく通りました。ポルシアの構成出ませんね。ベッケンバーワーみんなコースを抑えられますね。ミューラーが叩いて、ミューラーもうまいですね。そして縦一本、手で止めましたね。はい、あれはフリーですか、ね、いやいや、あのフリーキックをパッとやりましたね。しかしこの辺りのバイエルンの動きというのは見事です。速いですね、はい、押し上げの速さ感心しますね、はい、こういうことになるとやはりこれだけ動き切れるスタミナというものもサッカーの一つの基本として大事なことだというのよくわかると思いますね、はい。これだけ動いてもキックオフの最初の時からほとんど動きとしては変わりがない感じですからね。ロープ、ホルスマン、そしてシュガルセンベック、ベッケンバウアーとボールが通ります。取れませんね、ボルシア。シュガルセンベック目でトラッピングしてルンメニゲ、ワンツーリターン、あーっと、いいプレーですね。もういわゆる必死のクリアしかできないですね、はい、それをパスになんとかつなげるという格好ができなくて追い込まれてますからね、はいはい、エルンベルガー強いですね。あ、切り崩した、ラストパス、ビッグカンプに当たりました。ルメニゲ、ミューラーからのワンツーリターン、すごい攻めです。シュート、ベッケンバーはあった、オフライン、決定的に近かったですよ ね、 最後のルンメニゲのシュート、スーパーボルダマのシュート、はい、もうこれ入ったかと思いましたがね、はい、これはクレフよく抑えたですね。ルンメニゲ、そしてベッケンバーワーですね、バックに当たって、おーっと危ない、ギリギリですね、はい、今度はシュワルセンベック、ベルベル上攻撃ですね、もうすごいですね。そして全部あのミューラーがポストになってるんですね、そうです、ミューラーを全部軸に使って後半攻めてますね、はい、しかしミューラーというのはゴール前でこうマルタン棒のような足で踏ん張るとすごいですね、はい、倒れませんものね。今のベッケンバーワーなんてのはもう本当に楽にやってますよね。こういうのはもうベッケンバーワーだからできるプレーですねいいボールが出ました。クリアしかできないですね、今のところ ね、 4点目を取ってから素晴らしい攻めを見せているバイエルン・ミュンヘン、ヘンスですね、はい、ベッケンバーワーです。シュガルセンベック3番でウドホルスマン、シュガルセンベックに戻します。ホルスマンですね、ホルスマンからミューラーへ、ベルト・ミューラートラップしてフィニッシュ持っていけるかな、あーっと、ウド・ホルスマンゴールイン、おっとオフサイドですね、いいシュートでしたかね、はい、いい上がりを見せて、最後のこの2つのチームというのは現在の1ドイツを代表するチームと言っていいでしょうね。これはもうヨーロッパの強豪中の強豪、はい、その2つの対決ですよね。どう思うんですか、ちょっと寂しいシュートでしたね。5番がライナー・ボンコ、今日はやられまくってますね、ちょっと元気がありません。ご覧のようにこの日のミュンヘン地方は素晴らしい天気に恵まれていたようです。そろそろ7万5000の観衆、動きが出てきましたね。勝負ありというところでしょう ね、はい、ね、まあ、地下鉄ですぐそばまで行きますけれども、はい、結構町の中心部からは離れてますからね。そうですね、あの地下鉄やっぱり早く乗ろうと思うと、はい、これだけの人やはり早めに行った方がいいという人もいるでしょうね、はいはい、よっとパンチ、あ、抜けたですね、またよっと、ルンメニゲ、一
番厳しいところでしたけど狙いはあったんですがちょっと遅かったんですか。ちょっとねあのボールきつすぎますね。 あの角度間に合うんだったらオフサイドになるでしょうね、はい、向こう側であのボールボーイが一緒になってプレーしてますね、あのボールに動きに従って、ね、追っかけてって走ってますね、はい、出たらすぐ渡そうとしてるわけですね、はい、座ってないんです。これはまあの寒いですしね、ある意味でいくとあの方が子供たちも暖かいわけですね、はい。ウドホルスマン中段を叩いてシュバルツェンベックから戻してベッケンバーは2番のヨニー・ハンセン、右タッチラインにはルンメリネ、おっと激しいボールの奪い合い、ボルシアがボールを取りました。デリブルから後へ残してハインケスからのリターン、いいところ今入りましたがね、はい、クリアも見事でしたね。イエンセンがシュートはできません。コクツそのままゲーッと上がります。しかしこの辺りのディフェンスは強いですね。強いですね。フィニッシュ、あシュワルツェンベックに当たりました。おっとコクツですか、飛び込んだのは、またここからね必ずパスにつなぐんですよね。ここへ来てるのお父さんミューラーですもんね、はい、必要なところに必要な人間が行くということが、はい、きちんとできてますね、はい、もう角笛が鳴りっぱなしですね。本当ですね。ヨゼフ・カペルマン、カペルマンがボールをキープ、大きなフェイントです。残して後ろからですね、シュバルツェンベック、はい、あミューラーとのワンツーからシュート、ポスト、うわーすごいですね。しかしすごかったですね今のシュートは、まあ、バイエルンの一つのこれがパターンですがね、はい、ミューラー使ってリターンですね、はい、そのままシュートポストですね、はい、また始まったですね。また始まりましたね。やーっとフォクツ PK ではないですねヨゼフ・カペルマン、すごいですね。もう本当にゴール前をこれでもかこれでもかという感じではあるんですね、はい、ああして見ておりますとやはりゲームの主導権というのはボールを持っている方が握るんだということがよく分かりますね。またバイエルンの攻め、ものすごい構成、これはオフサイドでしょう。今のはヘイネスが残ってますか。そうですね、ヨリー・ヘイネスが残っていましてオフサイド。ちょっとバイエルンの選手も一息休めてますね、はい、イエンセンの後ろに戻しまして10番のウォリヒ・シュティールケ、そしてベルティ・フォクツ、4対0ですからね。そうですね。さあどういう構成を見せますか、ボルシア・メンヘン・グラードバッハ。あちょっと元気ないですね、最後にあのイエンセンがそこじゃないんだよというようなジェスチャーをしてましたがね一方のバイエルンミュンヘンは元気です。フランツ・ベッケンバーはお得意のチョップキックが出ました。残り時間が刻一刻となくなります。全部このディフェンスの網に引っかかります。やはり今日のボルシアの中で岡野さんが先ほどおっしゃいましたけども、やはりサポートの体制っていうんでしょうか、集まりがちょっとこう遅いみたいですね。やはりねあの立ち上がりのね、はい、7分9分の失点というのがもうボルシアの全作戦を混乱に持って導いてしまった。そうですか、いいと思いますね。ですからあそこの今日、まあ、最初にスローで先週の分で、はい、見ていただいたですよね、あの2点がしかもいずれもバックのクリアミスだったというところ、はい、これやっぱり一番大きな原因があると思いますね。シュバルツェンベックが思わず苦笑いをしていましたが、まあ、オブストラクション捉えたんですがね、関節フリーキックです。レフリーのホルストマンさんの左腕が上がっています。簡単にクリア。ゲームというのはだからちょっとしたきっかけでね、やはり波に乗るか乗らないか、
怖いもんですね。5番のライナーボン、24歳のプレーヤー、180センチ、72キロ。もうゲームの勝敗という意味ではもう興味がなくなりました。4対0、ライアルがリード。ライナーボンホフ、右へ叩いてヨーゼフ・ハインです。フェイントをかけて突っ込んだ、いやビンマーですか、そうですね、ビンマーですね、失礼しました。これはハインです。逆ですがね、誰もいません。かわします、ドリブル、あーっといわゆるかっぱらった状態になりましたね。焦ってますね、ボルシアも、焦りがありますね。ミューラー、いいボールです。8番のゲルンベルガー、しかし今までよりも怪我をして復帰した後のゲルト・ミューラーの方が役割が多いと言いましょうか、役目を果たしている比率も多いようですね。そうですね、いいな、浮いたですね、本当によく戻ってきますね。まあ、ミューラーは昔から守備もよくやりますけどね、はい、それにしてもやっぱりつなぎのプレーとかそういったところ、はい、ある意味でいくとプレーに幅が出てきたという感じはしますね。ね、やっぱり年齢その他経験とかそういうものでですね、はい、プレイヤーというものもいろいろ変わっていくもんですね。フォックスが左へ払います。もうほとんど時間がありません。バイエルンミュンヘンとボルシアメンヘングラードバッハ、西ドイツを代表する2つの強豪チームの対決。バイエルンはこれだけやれたんだったらやっぱりシーズン最初のうちのヘーネスあたりが怪我しててですね、はい、対戦が多かった、あの時点もったいなかったという感じがしますね。またチャンス、シュート、ミューラーですね、はい、クレフが弾きました、足で弾いたですね、はい、しかし本当に奥野さんおっしゃったように前期と申しましょうか、シーズン浅い頃のバイエルンミュンヘンの不調が本当に嘘のようですね、あれがなかったらもう優勝間違いなしだったかもしれませんね。リーグチャンピオンの座をボルシアから奪っていたかもしれませんね、はい、さあもう時間がない、ここでタイムアップのホイッスルが鳴りました。単勝バイエルンミュンヘンがボルシアを4対0と破りました。実にしかし見事なゲームですね。素晴らしい水準の高いゲームだと思いますね、はい、日本も早くこういうのやりたいですね。そうですね、解説は岡野慎一郎さんでした。ありがとうございました。失礼しました。それではまた来週。